マテーラの洞窟住居は、イタリアのバジリカータ州の町、マテーラにあるユネスコの世界遺産登録物件。サッシは、マテーラにおいて、洞窟住居を意味する。マテーラのあるグラビナ渓谷は、石灰岩の侵食により形成され、渓谷にはこのサッシが何層にも重なって、存在している。このサッシがいつ頃から作られたかは不明だが、8世紀から13世紀にかけて、 東方からイスラム勢力を逃れた修道像が住みつき130以上の洞窟住居を構えていたと言われている。マテーラ周囲からは旧石器時代の出土品も発見されているためかなり古くから人々が住んでいたと考えられている。15世紀から16世紀にはオスマン帝国に追われたアルバニア人やセルビア人などが移住。当時マテーラを支配していた。 アランゴーナ家は、この地域を、ジャンカルロ・トラマンターの伯爵に売り渡す。トラマンターの伯爵は、マテーラに従税を課すが、住民はこれに反発し伯爵を残殺する。その後、マテーラは1663年にバジリカータのシュートとなり繁栄期を迎える。しかし1806年にポテンツァにシュートが移され、その後の経済逼迫の影響もあり衰退していく。その後、 長らく小作農民の住居であったサッシは、南イタリアの貧しさの象徴的な見方がなされた。19世紀までは、比較的快適な住環境であったが、20世紀、初頭より人口が急速に増加し、もともとは畜舎であった最高も水の流れも劣悪な、洞窟も住居として使用されるようになった。そのため、衛生状態も極度に悪化し、 入児の死亡率は50%に達した。行政当局としてもこの状態を放置できなくなり、1950年代に法整備を行い、これに基づきマテーラ郊外に新たな集合住宅を建設し、サッシ地区の住民を強制的に移住させた。その数は約1万5000人に上る。この結果、サッシ地区は無人の廃墟と化す。 しかし150以上の石窟制度や3000個ほどのホラーな住居、地下水路で各個の貯水層に浄水を供給するシステムなどユニークな文化的資産が見直され、1993年にユネスコの世界文化遺産に指定された。これを景気に訪れる観光客も増え、これを対象とした宿泊施設、食堂、工芸品の販売店などが増え、現在は 洞窟住居の5分の1ほどが再利用されている。サッシの中心には13世紀に建築された石像のドゥーモ・マテーラ大聖堂があり、周辺にはサントマリア・デイドリス教会、3、ジョバンニン・モンテローネ教会などがある。世界遺産の登録街であるが、グラビナ渓谷を挟んで、マテーラの反対側には、ムルジェキアという旧石器時代の集落跡が発見されている。 下社のバスがマテーラとターラント。マロッチ社はマテーラとローマ。鉄道はフェロビアプロルカーネ社がマテーラとバーリ。バスターミナルと鉄道駅は新市街のマッテオッティ広場付近にある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。大きな国際映画制作者はその映画のための自然なセットとして ストーンズを選択しました。国際的な成功になりました。星野カツラによる漫画作品、デーグレーマンの舞台となった都市、マテールは、マテーラをモデルとしている。パノラマデル・チェントロ・ストーリコ・ディ・マテラ・ダル・ピーティ・サーレイ・デラ・コティドロレイ。ありがとうございます。